った感じで屋根瓦にも北側はですね、北側は結構ゆっくり残ってますね。瓦屋根はそもそも、ね、あの熱保ってるとはいえ、やっぱりかなり積もったのと、それから、北側ということで雪がなかなか溶けない、そういった感じになってます。いやまあそれにしても、まあ、どか雪じゃなくてこれぐらいの雪が積もってるじゃん、なかなか綺麗ですよね。松陰庵って言うんですかね。もう一箇所行ってみたいと思います。それはこちらですね、天寿園、天寿庵ですね。まあ、展示は何回も行ってまして、まあ、過去にもアップ、動画アップしてるんですけども、まあ、あのこの雪の展示案っていうのを、撮ってみたいと思います。開山大名国史霊光塔展示案ですね。天寿庵のですね、全景がこうして描かれています。天寿庵の全庭園全景ですね。まあ、人面魚、結構前回アップしたんですけども、まあ、今回もまあ多分人面魚いるとは思うんですけども。まあまあ、そういった感じで撮ってみたいと思います。場所は、南禅寺の山門の真ん前、真ん前というか南側ですね。天井ね。入ってみたいと思います。2023年2月1日ですね、水曜日、南禅寺にあります天寿庵やってきました。まだ雪の残る天寿庵です。まあ、天寿庵何回か来てるんですけども、こうして雪の天寿庵というのは、まあ、今回初めてです。まあ、北条の内部はちょっとこう撮影できないんですけど、まあ、そちらまでは入れますので、こういった建物ですね。まあ、北条こちらですね。まあ、北条本堂ですね。でこちら、まあ内部は入れないんですけども、室内は配管していませんということになってます。静かですね。こちらも。静かな雰囲気になってます。こちら栗ですね、やっぱり台所ですね。栗になってます。煙抜けの。まだ雪もですね、結構残ってます。ちょっとですね、1月の10日頃から、ま、喉の痛みがあったり微熱があったりして、ずっとこう様子を見てたんですけども、ま、今日2月1日なんですけども、あれから20日経つんですけども、うん、まだ咳がちょっと止まらないというのがね、気になるところではあるんですが、まあ、インフルエンザの PCR 検査では、まあ、陽性、あ、いや、陽性じゃない、陰性だったんですけども、うん、まあ、どうなっちゃってるのかなっていうのがあるんですね。まあ、実はですね、1月の10
日ぐらいでしょうかね、献血行きましてね、まあ、献血で今まで言われたことのなかった白血球があなた多すぎますので取れませんって言われます。これも初めてなんですけども、まあなんかまあ白血球というのは体の中の悪いものと戦ってる。でもうその白血球が数が異常に多いと、まあ、2倍から 2.5 倍通常の、まあ、通常がなんか4000ぐらいなんですかね、それが1万1000ありますので、あなたはあなたの血液は献血できません言われまして、まあ、今回これそれ言われたの初めてなんですけども、いやそれ結構ショックでしたね。で、まあ、なぜかというと多分そのまだ、まあ、風邪だったんですかね、風邪が完全に治りきれてないという、まあ、そういう状況で、まあ、献血行ったもんですからその数値が出たといった感じなんですけども、いやまあそれにしても分かりやすい、すごく分かりやすいですよね、数値にポンと現れますから。まあ、それで、まあ、結構いや自分の体どうなっちゃってるのかなっていうのは正直なところなんですけども、うん、何だったんでしょうねという感じですね。まあ、献血できなかったのショックなんですけど、まあそれからまだ体調があんまりこう良くないので、完全じゃないのでずっと献血行ってないんですけどね。24歳から献血を始めてなんと560回超えました、回数まあ結構な数なんですけども、結構先日ですね、まあ、表彰もされましたけどね。でなんかお疲れ様でしたみたいな感じで、それでですね、もう70歳になったと同時にじゃない、70歳の誕生日を迎えたらもう献血できないということで、70歳になるまでのそういう献血の、まあ、資格というかがありますよということで、もうあと少しだけですもう2年切りましたね。だからまあそういったことで、いや頑張って献血しようかなとこの間思って行ったんですけども、まあ、結構ショックでしたね。白血球の数が多すぎてて、いやだからもう詳しくは分からないんですけども、まあ、白血病っていうのはそういうことだろうなって思います。まあ、白血病というのは白血球の数が少なすぎる、要するに悪い菌、悪い病気と戦えない、まあ、そういった環境になってしまっているというのが、まあ、多分白血病なんだろうなとは思います。まあ、専門家ではないのでよくわからないんですが、まあ、それはそれで怖いですよね。悪い菌とか悪いものと戦えない、体が戦えない状況になってる。水泳の堀江さんでしたかね、白血病になられて、それでまあ、治られたということで、すごいことだなと思うんですけども、まあ、これも自分の体なんですけども、全然コントロールできないっていうのがね、そこが歯がゆいところですよね。本当にコントロールできないというのがもう一番のなんというか切ないところですよね。まあそれでまあ今回まだあんまり体調良くないので、まだずっと献血は行ってないですけどね。まあこういったまあ動画あたりは別に外へ出て撮れるということで、まあ最初のですね、1月10日から喉の痛み訴えて熱が出た時っていうのはもう本当に寝込んでました